広島のバンディエラ契約延長、広島一筋で20年のキャリアを過ごした青山俊弘は来シーズンも広島でプレーする決断をした。 J1 リーグ400試合の出場を超え、代表でもキャプテンを背負った経験を持つ青山俊弘。しかし彼は苦労人だった。高卒で広島に加入して2年間は膝の前十字靭帯の怪我により全く試合に絡めず、最後の最後での北京オリンピックの代表落選などたくさんの悔しい経験をしてきた。このような悔しい思い出を乗り越え、青山俊弘はこのように語っている。苦しい時こそ自分を成長させてくれる。それは自分が一番わかっている。青山俊弘、広島のバンディエラ、まだまだ頼むぜ。